スーパーフェザー級小野正明 VS 沢谷大樹。いやいやいや、スーパーフェザー級60キロの一戦です。この試合解説は女子キック界のレジェンド上村えりかさん、そしてグラビアモデルとして活躍中、志田ねるさんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ上村さん、この沢谷ですけれど、もともとフェザー級で、今日の試合はスーパーフェザーでの戦いということになるんですね、はい、そうですね、まあ、この体重の違いがどう出るのかというのは注目したいですね。そうですね、はい、ただ本人としては目標はフェザーとスーパーフェザー2つのベルトを取りたいんだという話もしていました。ただ今回はかなりいい相手かなというふうに思いますね。そうですね、はい、相手はライズのスーパーフェザー級4位の小野正明です。赤いグローブテープが小野正明、黒いトランクス、そして赤いトランクス沢谷大輝です。170cm 小野正明、169cm 沢谷大輝、それほど差はありません。この選手フィジカルとパワーが結構ある選手なので、まずこのパワーにどう対応していくのかっていうところですよね。なので沢谷選手今ちょっと後手に回ってるというか、ロープを背負ってる状態なので、というよりはもう少しフットワークなんかを使って、もうちょっと距離を取ったりとか、ジャブを出していくといいんじゃないかなというふうに思います。お互いにミドルを蹴っていきました。沢谷も、空手がバックボーンというところですから、この上下の前後のこう出し入れをしながらステップを踏んでいこうというところです。1ラウンドは今のところ少し、まあ、お互いに硬いですけれども、でも沢谷選手結構蹴りがすごく伸びてくる選手なので、はい、まあ、そこをどんどん出していきたいですよね。狙っているかもしれませんね、はい、さあ少し後ろに下がりながらステップを踏んでいこうというところ、沢谷前に出てきます。ナイスミドル、いいですね。左のグローブを引いている沢谷大輝に対しまして、オーソドックススタイルの小野正樹ですが、ここは体重を入れ替えていきました。距離感的には田村さんどうですか。そうですね、まあ、まだ序盤なのでどちらが取ってるって感じではないですけど、はい、沢谷選手のミドルから入ってパンチのコンビネーションというのはちょっと小野選手が対応できてないので、今のところ、まあ、流れ的にっていうまでもないですけど、まあ、ちょっと沢谷選手の方がやりやすくなってくるんじゃないかなと、はい、はい、思います。空手がバックボーンという両選手の対戦です。いや、ただお互いにこの蹴り伸びていきますね。そうですね、はい、その辺りですが、ここで蹴りを詰めていく。あ、ここは後ろ回し蹴り、蹴りを見せていきました小野です。いや、今も志田さん、こう小野ですけれども多彩な蹴り見せていきますね。そうですね、2人ともステップを踏んでいきましたが、一気に中に入っていこうという沢谷。そしてここでパンチを振るっていく。膝を入れましたね。ここはラスト3割って入ります。第1ラウンド残り30秒。おっと、ここは顔面に打撃がヒットしたか。出血がありますね、はい、鼻血が出ているのは赤コーナーの小野正樹です。さあ、ここでこの距離の取り合い、互いに激しい蹴り、そしてこの顔面。いや、蹴りからこの沢谷もこうしっかりと最後パンチまで狙っていきました。ここで第1ラウンド終了です。本日のスーパーフェザー級60キロ3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。赤コーナー小野正明、そして青コーナー沢谷大輝の一戦です。こちら青コーナーの沢谷のセコンドですけれども、松本天使が入っているという情報も入ってきています。これからのライトを背負っていこうという選手ですからね、はい、どんなアドバイスをするのか気になりますね。そうですね、25歳の小野正明に対しまして23歳の沢谷大輝。青コーナーの沢谷は小中学校の時からフルコンタクト空手大会で数々のタイトルも獲得しているという経験も持っています。そしてこちらはライズスーパーフェザーで確実に実績を積み上げていく赤コーナー小野正明です。第2ラウンドが始まりました。
上田さん、第1ラウンドは小野もちょっと出血する場面もありましたよね。そうですね、やっぱりこの澤谷選手のミドルからのパンチがあんまり見えてなかったなというのがあるので、はい、まあ、2ラウンドそのセコンドシンジを受けてどう動いてくるのかというのはちょっと見どころですね。ですから志田さん、このセコンドがどういうシーン出したかっていうのも重要になってきますよね。そういうことですね、今のところはただあのフェイントなりあの蹴りを入れて、はい、ミドルを蹴らせないようにするっていうのが多分一つあるのかなと思いますけれども、こう対峙している中で細かいフェイントというのも出ているわけですよね。あ、ここは左振ったり入っていこうというのはそのあたりです。沢谷も何かを狙っているような感じ。このミドル、ミドルいいですね。沢谷選手のこのクッション性というかこのバネのあるフェイントというか行くぞ行くぞって見てかけるこのステップなんかもすごくやりづらいと思うので、はい、相手からそれも嫌なんですね。そうですね、やっぱ経験値が上がれば上がるほど何か攻撃が来るんじゃないかと思って、はい、なかなかこう先手を打てなくなるので、まあ、そこを逆手にとってあのどんどんこう自分の攻撃に沢谷選手はつなげられたらいいですね、はい、この入り方はこの辺りも重要になってくると思われますが、ここはプレッシャーをかけていくのは青コーナーの沢谷です。これ今の距離からあのインローだったりとかもうちょっと細かい攻撃を当てていった方が多分攻撃はつながると思うんですけど、どちらがですか？あのサータリーですね、はいはい、お互いにやっぱり大きい攻撃あのお腹から上の攻撃に結構集中しちゃってるので、なるほど、はいはい、そこがちょっともったいないかなと思います。まあ、ここまで見てもコツコツっていう感じはないですよね。そうですね、まあ、それだけはお互いこう倒しに行こうという姿勢が見えてて、まあ、いいんですけどね。なるほど、はい、ですから志田さん一発でこう、はい、大きく変わるっていうようなね戦いになるかもしれません。あ、ここは左フック、一発一発が大きいですもんね。重いですよね。そうですね、投げられるような感じになりました。この前蹴り、今の三日月みたいな小野選手の前蹴りもすごくいいので、はい、まあ、そういうのを使っていくのも一つ手かと思います。一発を狙うんじゃなくてこう散らすっていうのも大事になってきますよね。そうですね、お互いにこう小刻みに状態を揺らしながら狙っていこうという試合展開になっている。ラインナップ残り30秒切ります。左ストレートから入っていったのサータリ、ナイスストレート、ここは強烈、マウスピース飛んじゃった強烈すぎて顔面を捉えていきました。このジャブがいいですね、小野選手出てきましたね、ジャブが、はい、また鼻から出血をし出している小野正明です。これは2を切りました。体勢を入れ替える川谷、ロープを背負っているの小野、残り時間が第2ラウンドなくなりました。ここで第2ラウンド終了です。スーパーフェザー級第5試合です。3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、小野正明対沢谷大輝の一戦です。この第2ラウンドは上村さんどうでしたか？はい、そうですね、やっぱりあの小野選手の鼻からの出血がちょっと目立っているので、ダメージとしてはあのポイント取られるんじゃないかなって思うんですけれど、流れ的にはあのジャブが小野選手つけてたりとか、はい、あの少しずつペースをつかみつつもあるラウンドだったので、まあ、ここにポイント差は、まあ、その鼻のダメージ以外はないんじゃないかなと思います。第1ラウンドからかなり鼻血が出ていたものですが、こちら青コーナーの沢谷のセコンドには松本選手、2月のライズニューウォーリアーズフライ級優勝を果たしました。これからも非常に楽しみな選手です。いや蹴りも強烈ですからね、はい、さあこれが第3ラウンドということになります。赤コーナーが小野正明、そして青コーナーが沢谷大輝です。この沢谷のミドルですよね。そうですね、沢谷選手は今みたいにあのミドルキック蹴ったりとか、はい、あとは同じモーションでローキックが蹴れたり、まあ、そこからパンチにつなげるとだいぶ流れは良くなってくると思うんですけど、まあ、野選手は逆にジャブがいい感じにつけてるので、はい、あのジャブ、あ、まあ、普通にワンツーだったりとかジャブから三日月、ジャブからミドル、今みたいなミドルがいいかなと思いますね、はい、入ってきた時にジャブが結構入ってますもんね。そうですね、出花いい感じにくじけてるので、まあ、その先が、あの、なんていうんですかね、先手打たれちゃってるので、ちょっともったいないかなというふうに思います。ジャブからどうつなげていけるか、小野正明です。サーブないですね、ミドル、このミドルです。もうジャブ当たった瞬間に蹴るぐらいの勢いで全然いいと思いますけどね。手数としてはどうですか？もうちょっと欲しい感じありますか？そうですね、まあ、なんかどっちが多いとかは言えないですね、今のところは、はい、
ここはパンチからミドルにつなげていきました。ただここは押し返していく沢谷。さあ、志田さん、これ第3ラウンドですからね。そうですよ、でもお互い疲れている時ですもんね。はい、ここはどんどん行かなければいけない。勝ちを手に入れるためには、うん、ここまでいけるかどうか。この選手の今のミドルのタイミングはバッチリです。そうですね、はい、うん、沢谷選手いいですね。蹴り三日月っぽいですもんね、前蹴り。そうですね、かなり赤くなってきている沢谷のお腹のあたりです。ここは体勢を崩しました。ものやっぱり両者このミドルから蹴り技から攻撃をつなげられないというところで決定打が今ないので、はい、もうちょっと細かい力まずに攻撃をまず当てて自分の距離を作ってしっかり当てていくっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど、まずはいいっていうところですね。そうですね、はい、こっからつなげられるかどうかというところですが、第3ラウンド残り1分を切ります。まあ、でも自分のこのパワーであったりとか倒せるものに自信がある動きっていうのはすごく私も気持ちわかるので。なるほど、はい、ですから自信を持っているこの打撃を当てられるかどうかっていうのも重要になってくるわけですね、はい。このポイントにはならないですけど、このフィジカルの押し合いというか、そこでもこの負けん気の強さを感じますよね。押し合い、ただもともとスーパーフェザー級で戦っているものに対しまして、そんなのフェザー級の沢谷、これからスーパーフェザー級も狙っていこうというところで、今日の試合しっかり当てるかどうか。いい音、このミドルは強烈です。ただ押し返していくもの、お互いに体がバックホーンという両者、お互いに自信を持っています。さあ、第3ラウンドの時間がなくなってきた。ここから最後いけるか。惜しい、最後早く狙っていきましょう。そしてもう一発、ここで第3ラウンド終了。ナイスファイト。やったな、ものとしてはこの鼻血出血かなりしてますね。そうですね、折れてるとかのダメージではなさそうですけど、はい、やっぱ印象としてはあまり良くないっていうところが、まあ、しょうがないけどちょっともったいないポイントかなと思います ね、 すね、はい。第1ラウンドの途中で鼻からの出血がありました小野正明です。そして沢谷大輝、現在大豆のフェザー級の4位にランクされています。さあ、この試合は3ラウンドで決着がつかない場合は延長1ラウンドも用意されています。ジャッジ大沢29対29、ドロー。ジャッジ日立29対29、ドロー。ジャッジはドロー。29対29、ドロー。そして三者ともに29対29というジャッジになりました。3人とも29対29、神村さん。そうですね、ダメージ取られなくてよかったなという感じなんですけど、はい、まあ、さっき話したみたいに、蹴りからの攻撃をどちらがつなげられるかというところに延長はかかっていると思います。いや、先ほどもそうでしたけれども、志田さん、この延長ラウンド、はい、ね、これがドキドキで始まりました、はい。さあ、ここは前に出ていく沢谷が先に前に出ていきました。ここは気持ちと気持ちがぶつかり合う延長ラウンドです。お互いに蹴り合っていく。お互いミドルめちゃくちゃいいんですよ ね、 このミドルです。なんでこの距離でやっぱお互いに戦いたいんですけど、やっぱり気持ちが先行する、はい。これ得意な距離っていうのはお互いの同じ感じですかね。そうですね、やっぱ先に踏み込みたい、先にストレート当てたいみたいな気持ちがすごい伝わってくるんですけど、はい、やっぱ2人とも同じこと考えてるからぶつかるみたいな感じですね。はい、さあ、あとは気持ちと気持ちということになりますが、やっぱローキックめっちゃ当たるのになって思っちゃいますけど、下に散らしたりとか、逆にこう結構沢谷選手が思いっきりストレート振ってるので、ハイキックを狙っていけるかなと思いますけどね、はい。さあ、距離を詰めて前に出ていくのは沢谷です。沢谷がどんどんプレッシャーをかけて前に出ていく。ただこのミドルをのお互いに蹴り合っていきました。サウスポースタイルとオーストックススタイルです。お互いにこう作戦を変えるとかっていうよりかは、もう画を突き通すって感じですよね。もう自分のやりたいことを前に出していくっていう感じですね、はい。ただロープを背負って相手を押し込んでいこうという沢谷。また鼻
出血があります。このクリッチの時にボディを当てたりとか、ちょっとフットワーク使ってフック使ってフットワーク使って回ってローキックにつなげるとかできると全然印象は変わってくるんですけど、ちょっとまあお互いにもったいないかなという感じはしますね。いや、ここで少し冷静になるっていうのもなかなか難しいですよねもちろん難しいです、はい、ただこの延長ラウンドは1ラウンドしかありません。エクストララウンド残り1分切ろうというところ、ロープを背負っているのは赤コーナーの小野正明、そして青コーナーの沢谷がどんどんと前に出ていきます。中央に戻ってきました。お互いに同じような蹴るタイミングで蹴り足がこう噛むような感じになるんですよね。そうですね、相打ちみたいな。だから本当にやりたいことが同じなんだなというのは伝わってくるんですけど、はい、ちょっと変えたいというかちょっと視点をずらしたいですよね。さあ、ここも飛び込んでいった沢谷大輝、ラスト30秒、さあフェザーの野正樹に対しましてどんどんと前に出ていきます。残り時間が20秒間もなく切ろうというところ、さあお互いに殴り合う、膝でもいい、膝でもいい。ここまではパンチが多くなっているこの第4ラウンド、ここはミドル、ミドルからパンチにつなげていこうという沢谷、そして相手を押し込んでいきます。赤コーナーに押し込んでいく沢谷、さあ、あとは気持ちの部分だ。ここで延長ラウンド終了。ナイスファイト。いや、まあ解説側からしたらね、言いたいこと言い放題で距離取った方がいいよとかはい、はい、言っちゃいますけど、元ファイターとしてはすごくこう押し問答になっちゃう気持ちも分かるので、2人ともナイスファイトだったなと思います。いや、ただこれはもう本当に経験した人だから分かるっていう部分もありますからね。そうですね、分かるしやってほしいしっていうところですね。そうですね、はい、さあこの延長ラウンドはどうか。それでは試合の結果をお知らせいたします。ジャッジ大沢10対9、青沢谷、ジャッジ北尻10対9、青沢谷、ジャッジ和田10対9、青沢谷。ということでこの延長ラウンドは10対9、3人が青コーナーの沢谷大輝を支持しました。本日の第5試合スーパーフェザー級3分3ラウンド延長1ラウンド、延長の末青コーナーの沢谷大輝が勝利をものにしています。